どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと今回は、大好きなミスターチルドレンの、曲を1曲だけ、語りたいと思います。光の差す方へという曲でございます。こちらシングル曲でございますが、まあ古い方ですね。終わりなき旅の次に出た曲で、僕はこの曲が新曲として発売されるってこうまずタイトルを見た時にすごくバラードチックなのかなっていう想像をしました。まあ皆さんこうね、好きなアーティストがこう新曲を発表すると、でそれを聞く前にこうタイトルとかが分かってどんな曲なのかなって、まあ、想像するとは思うんですけど、まあ、光の差す方へは一番予想外だった。あ、そういう感じで来たみたいな、こう裏切られた感、まあいい意味で裏切られたんですけど、がありますね。なんか終わりなき旅があって、まあそれで活動再開して、その次が光の差す方へかみたいな、こう新たなステージに、まあ、ミスチルがこう向かっていくメッセージがあるのかなとか、その時想像してたんですけれども、え、何この感じっていう、すごく異色な歌ですよね。後にも先にもあんまりこういう曲ってないんじゃないか。しかもシングル曲で、この曲は桜井さんが言ってたんですけど、菅志香さんすごい好きなんですよ。桜井さんていうか、まあかなり親交がある2人なんですが、菅志香さんのことをっていうか、そのコード進行とかそういうイメージとかに影響されて作ったって言ってます。あ、そうなん、まあ確かにコード見るとミスチルっぽくないっていうか、やっぱ異色で、そこがねすごくいい感じに出てます。でプロモも、あの桜井さんピアノ弾いてるの、オルガンだったかな、だから鍵盤弾いてるんですよね。それもなんかこう今までにない雰囲気も出てて、弾けてて、で歌詞がすごく皮肉めいていて、よくこんな曲をシングルに持ってきたなという感じで、結構僕も好きなんですけど、まあ最近ね娘ができまして、今もうちょっとで10ヶ月ですが、娘がこの曲めっちゃ好きなんですよね。そのミスチルがあの歌ってるやつを聴かせてるわけじゃなくて、僕が歌ってるやつなんですけど、前西へ東へも好きだってまあ言いましたが、この曲もかなり好きなんです。ちょっとね変わった娘になるのかなっていう感じなんですけど、あのちゃんと正統派の歌も歌ってるんですがね、こうまんべんなく歌った中で食いついたのがこの2曲っていう。光の差す方へは、最初の前始まりあるじゃないですか。で、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 まあ、これをこうね、声で表現するんだけども、それを言った時点で、あ、来たみたいな感じでにっこりするんですよ。で、まあ、歌詞。まあ、この曲よく知ってる方は、まあ、分かってると思いますけども、歌詞がちょっとね、あの、なんだろうな、赤ちゃんに聞かせるような歌詞では絶対ないっていうのが、わかると思いますが、だから最初ね、雲の巣のような高速の上、目的地は5キロ渋滞をする、まあ、この辺はまあいいとしてね、まあ、その時点でもうわーとか言って笑ったり声出したりするんですけど、もう次の A メロとかね、夕食に誘った女の笑顔が下品で酔いばかりまたって歌うと、キラ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 つって笑うんですよまあもちろん意味は分かってないけども、それがね楽しくて、これを歌いすぎてね、覚えちゃって、こうね、例えば幼稚園とか行った時にこう友達の前でこう歌ったりするとね、絶対惹かれるだろうっていう感じなんで、まあ、そろそろこう正統派の歌をこう染み込ませていこうかなとサインとかね、365日とか、その辺をちょっと歌ってあげようかなと思っております。まあまあ、光の差す方へもそうですけども、ちょっとまあ皮肉、まあ批判、否定的と捉えていいのかな、そういうまあ歌詞の部類に入るとは思うんですけど、なんかこのまあメロディーに乗っかるとあんまり聞こえない。ミスチルってなんかそんな感じするんですよね。すげえこと言ってるのに、なんだろう、ブーイングが来ないっていうか、なんかそこがね、あ、歌の力ってすごいなって思ったり、まあ、ミスチルの力ってすごいなって思ったりするんですけど、まあ、だから2番とかね、デキレースでもって勝敗がついたってとかね、あの辺とかすごい
とか言っちゃってるなみたいな感じしますけど、まあ、なので聞いたことない方は聞いてみてください。下の、概要欄に URL 貼っときますんで、光の誘方へ、ミュージックビデオありますから、そこと、あと確かライブ映像もあるんで、そっちも貼っときますんで聞いてみてください。というわけで今回の虹色音声は、光の誘方へ、語ってみました。さよなら。